サルタントだと思っているので、僕は広告は一手段だと思っているので、その思考回路ねっていう時が嬉しいさもあるんですよ。どうもしゅんです。こんにちは。ニュースピックスインターンをしているイマジンです。よろしくお願いします。ということで今回はしゅんダイアリーとジョブピックスさんのコラボ企画ということで、職種紹介シリーズということで、今日は電通さんのオフィスに来ております。ということで今回は我々が就活生の立場に立って、電通さんの企業の魅力であったりとか、今回取材させていただくヨーマルさんがクリエイティブプランナーとして働かれてるんですけども、そこの職種の研究をできたらなと思ってます。簡単に自己紹介お願いします。株式会社電通の陽丸雅也と申します。電通でいわゆるクリエイティブの仕事をしております。電通というと広告代理店という言葉のイメージで、広告を作っている人というふうに思われることも多いんですけれども、どちらかというとそれこそ企業の事業の再規定だとかビジョンを再開発するといったところから、採用だったり世の中へのコミュニケーションだったり、そういった社内外に対するコミュニケーション開発だったりまで、本当上流から下流まで企業のクライアント様のコミュニケーションお手伝いをするってお仕事をさせていただいています。じゃあなんか具体的にどういったことをされているのかとかもちょっと後ほどお聞きできたらなと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ早速なんですけど、電通さんって一言で言っても、入社してからいろんな職種に振り分けられると思うんですよね。それぞれの職種の違いをちょっと簡単に教えていただいてもいいですか。昔は結構ストラテジックプランナーが戦略を考えて、クリエイティブがアウトプット表現を考えるみたいなバケツリレー型がすごく多かったんですけど、今はワンテーブル型というか、コピーライターが戦略考えてもいいし、アートディレクターが言葉考えてもいいし、何やってもいい。課題が複雑化している時代だからこそ、何が課題なんだったら考えることが重要になっているので、職種が垣根がなくなりつつあるっていうのは時代の大きな流れにはなるかなと。なので僕自身コピーライターとか CM プランナーとかそういうふうに名乗っておらず、クリエイティブストラテジストっていう肩書きを使わさせていただいてます。就活生が電通さんに入社した後も、ここの職種だからこれしかやらないっていうわけではなくて、垣根を越えてやりたいことがある程度できたりするっていうことですか。自分がやりたいアプローチで仕事をできる会社なんじゃないかなと個人的には思っているので、自分の強みを伸ばすこともできますし、それこそ言葉がコアの武器だけど、ちょっと戦略によりたいんだよねとか、むしろ広告じゃなくて経営の話を、企業のそれこそビジョンとかミッションとかそういったところの最初策定する部分からやりたいんだよねとか、でも縦にも横にも拡張している人が増えているっていうのが今結構電通の中で結構起こっていることかなとは思っています。その中でも陽丸さんが今具体的に行っている仕事についてちょっとお聞きしたいなと思ってます。2、3割ぐらいはいわゆる広告を作るみたいなお仕事も多いんですけれども、実はそれは最後のアウトプットで、その前から伴走させていただくことがとても多いです。経営者の左脳の横に立つ人が経営コンサルタントだとしたら、僕は右脳のコンサルタントだと思っている。でそれこそスタートアップから今一部上場企業の大企業の方まで、社長の横に伴走して一緒に企業の戦略を考える、これまでは A の領域だったけれどもこれからは B の領域に向かっていくっていう大きな戦略を作って、そこからじゃあ採用はこう変えていこうだとか、 IR 投資家向けにこういったアクションをしていきましょうだとか、社長の横に立ちながらクリエイティブのコンサルティングをさせていただくお仕事が多くて、その中で手段として広告がすごい効くぞって時は CM も作りますし、新聞広告も作りますしといった形で仕事することが今はとても多いです。広告代理店って聞くとテレビ CM を作ってる会社なのかなっていうイメージを抱く就活生とかも多いんですけど、テレビ CM 以外の選択肢も結構多いんですか。もう多いですね。テレビ CM が好きな人はもういわゆる CM プランナーとして本当にすごい人たくさんいるんですよ。その会社本当 CM 一筋の方もいらっしゃいますし、一方で僕は広告は一手段だと思っているので、ニュートラルに課題を解決するために最適な手段を考えていく、課題解決よりも課題発見の方が好きな人間なので、広告の仕事もやりながら経営者の横に立って、経営者ってこういうこと考えてるんだなって僕も学ばせていただきつつ、クリエイティブなアプローチでクリエイティブ開発させていただくっていう仕事が僕は多くなったって形ですね。ということで、じゃあそんな陽丸さんの今の1日のスケジュールをちょっとグラフに書いていただきたいなと思ってまして、はい、お願いしてもいいですか。はい、わかりました。大したことないですけど、はい、これです。
じゃあちょっと簡単に説明をお願いしてもいいですか。僕の一日の流れで言うと、はい、朝起きる時間は僕超生産性タイムだと思ってるので、はい、そこで結構ガガッと考える企画系の仕事を一気にやることが多いです。でその後にちょっと無意識になったりだとか世の中からの刺激で結構点と点がつながることもあるので散歩しながら企画したりとか日光浴びるのが大好きなので公園とかで一人なんか不審者に旗から見えると思うんですけどいたりすることが結構ある。全然リモートワークなんでうちの会社出社の必要性がないと出社しないんですよ。僕も今日3ヶ月ぶりに会社来まして、で大体10時ぐらいから打ち合わせ入ってることが多いのでそこからはもう断続的に打ち合わせが入ったりだとか打ち合わせない時間は企画したりだとか休憩したりだとか本当自由にしながらインプットとアウトプットを楽しみながらやる。22時ぐらいにはもう、まあ、前には仕事を終えてそこからはもう僕睡眠ガチ勢なので、うん自分のためのコンディショニングタイムに入るんですけど僕お家にサウナの機能がありまして、どういう家に住んでるんですか自分への投資が最高の投資だと思ってるので、サウナして水風呂入ってフォームローラー寝っ転がりながら整いながら筋膜リリースをしてその日にあった出来事をなんか整理とかしながら寝るっていうのが、じゃあ結構平日は仕事中心なんですね。仕事好きなので仕事中心にやってます。ほとんどの社員がスーパーフレックス休憩時間好きな時間に取っていいよっていう、うん、で好きな時間に働いていいし、うん、1ヶ月の間に指定の労働時間さえ満たせば好きに働いていいよっていう働き方なので、うん、結構自由です。しかもなんかめちゃくちゃリズムが整ってていい。コンディショニングに結構命かけてるので、うん、それこそ広告代理店っていうと敵がしてみたいな、うん、そういうイメージを持たれてる方もすごく多いと思うんですけど本来のパフォーマンス出せるわけないじゃないですか、うん、僕はなるべく睡眠時間最低でも8時間取るっていうのは念頭に置きながら、まあ、本当に仕事のアウトプットを出すためのもう生活リズムって感じかもしれないです、うん、平日は。5年間働かれてて今までで一番辛かった経験とか大変だったお仕事とかって思い出に残ってるエピソードありますか。自分としてはお題をいただいてからめちゃめちゃ考えてそれでも自分の中で納得するアイディアだとか企画が出なかった時ってやっぱり特に入社 1,2 年目の時とか本当に多くってみんなでチームでそれこそ職種関係なく自由にアイデアを出したりとか自由に戦略を考えて出し合った時にみんなすごくいいの出してくるんですよ。だから嬉しいと同時に悲しいし大変だなって思ったのが大学卒業まではいわゆるエリート街道を走ってきたつもりだったんですけどどんなに考えても出なかったアイディアを他の人が出してくる時ってあってその思考回路ねっていう時が嬉しさもあるんですよ。自分がまだたどり着けない思考回路こんなあるんやなっていう面白さもありますしあんな考えたのにいいアウトプット出せなかったなって時もやっぱりあって未だにそこは結構悔しい悲しい。ただ同時にやっぱ電通のいい人たちがいるからこそチームワークだからこそできる仕事だなとも思いますし予算もあり悪く悲しい時もありって感じですか。いやでもいいですね。それがなんか結果的に次の仕事につながって活力になってるってことですもんね。まあ、電通って本当にいろんなクリエイターがいる。でクリエイティブの仕事も、まあ、ストラテジックプランナー戦略畑の人も一口にコピーライターアートディレクターストラテジックプランナーって言ってもみんな違うんですよ。やっぱり人によってその中でも得意な考え方とか得意なアウトプットとか違うので電通にいるからこそ得られる刺激ってやっぱりすごくあるなと思っていてそこはすごくいいところだと思ってます。今日電通さんの魅力とか陽丸さんのお仕事楽しそうだなってめちゃくちゃ思った方も多いと思うんですけど実際電通入るの大変だと思うんですよね。合格率から言っても1%切ると思うんですよね。そのインターンのその書類とかの応募とか含めると毎年もう合格率低いと思うんですけどどうやったら受かるか教えてほしいです。言い方を悪くすると本当誰でも受かると思っていて絵がすごく上手くないと入れないとかそういうわけでももちろんないですし数学オリンピックなんちゃらじゃなきゃ入れないとかそういうわけでもないですし本当誰にでも門戸開かれてるですよ。で実際電通選んだ理由の一つでもあるんですけど本当いろんな学歴というかいろんなバックグラウンドの方がいる会社なので本当にだから誰でも入れるんですよ。共通してるところで言うと考えるのが好きな人。電通の仕事の根本ってやっぱりクリエイティビティがあると思うんですよ。クリエイティブ職以外戦略考える人もビジネスプロデューサーもいろんな職種いるんですけど全員に根本するのはクリエイティビティだと思う。戦略的非常識人というか常識は持った上であえて突飛なことできる人
だと思うんですよ。クリエイティブの仕事ってセンスないとできないですよねとか相談されること多いんですけど、本当そんなことなくって、センスはむしろ作るもので、センスって要は普通とか常識ってここだよねってことを分かった上でいかに外すかなんですよ。でもそれが意味わかんないじゃなくて、なるほどねっていう、知らなかったけど意味わかんないはただの非常識なんですけど、知ってるけど納得できるは発見なんですよね。いい発見を作ること、グッドサプライズを作ることこそがクリエイティビティの根本だと思うんですよ。戦略的にあえて非常識をできる、でそれがただの非常識に終わってない、そこまで人のことを考えられるかっていうのが、まあ、電通に入れるかどうか大切な要素というか。もしこの動画を見た就活生や大学 1,2 年生の方が、明日からできることとしては具体は何でもいいっていう感じですかね。もしくは陽丸さんが具体的に学生時代やってたこととかで、もしあったら教えていただきたいです。これは電通に限らずですけど、ラブレター型というか、御社が好きですとか、僕はサークルでは幹事長やってまして、ゼミではこんなことやってまして、アルバイトではこんなことやってまして、みんなすごいんですけど残らないんですよね。思い切り型の就活をやっちゃダメだなっていうふうに思ったので、僕いつも発見大事にしてたのもあり、面接の時にだいたい最初に自己紹介とか30秒してくださいって言われるんです。いろんな意図があって、僕こう見えて金髪先生なんですよ、陽丸と言いますってところから入ってて、落とし穴作ってるんですね。どういうことってなるじゃないですか。戦略で言うと僕、真面目な大学だったので、情熱あるって足動かすぜっていうところを伝えたくって、金髪先生ってワードを使ったのと、若者から諦めるをなくすが個人の仕事を、だってプライベートをする上のミッションだったりするので、そういったことをやっていきたいですし、実際大学時代もそういった活動をずっとしてきたんですね。フックを作るって意味でも、僕こう見えて金髪先生なんですよってところからいつも入ってて、要はスキームを作ってあげるって、その中 で実際に学校ではこういうこと勉強しててとか、インターンシップこういうことやっててとか、課外活動こういうことやっててって言うと、この金髪先生っていうコアアイディアの中で各施策というか納得できるじゃないですか。だからこの発見ある一言か、自分がどこに向かっていきたいのかっていうのを一言化した上で言ってあげるっていうのが就活大事なんじゃないかな。最後になんですけど、今電通を受けられる人はもちろん、その就活生って今いろいろ困ったり不安だったりすると思うんですけど、そういう就活生に向けてアドバイスを一言いただいてもいいですか。よく就活なんかめんどくせえとか、なんか就活頑張ってるやつかっこ悪いよなとか、そしたら考えてる人とかいらっしゃると思うんですけど、就活頑張るって結構尊いことだと思っていて、就活の時に一番大事なのは、この自分というのを棚卸しした時に、自分を一言で言うと何なのか、過去と現在と未来のこの矢印を一言で言えるようになっておくってことがとっても重要で、もし仮に相性が合わずに第一希望だった会社に行けなくても、そのベクトルさえあれば、副業でちょっとここに向かう道筋はないかとか、その会社のこの部署に行けばこの北極星に向かっていけるなっていう、要は自分の変わらない北極星っていうものをとベクトルを言語化しておくと、どんな環境に行ってもそこに向かっていく自分のモチベーションを常に内燃していくことができるんですね。自分のモチベーションをデザインをするっていう意味では、とっても就活って重要なタイミングだと思うんです。この就活を通して改めて言語化してみて、自分でこういうことやりたいんだなっていうふうに思いまして、でその時にじゃあ手法として官僚になるかとか、コンサルタントかなとか、いろいろあったんですけど、課題解決よりは課題を発見するとか、整理のアプローチよりもクリエイティビティでアプローチするっていうのが個人的には大事だと思って、それで電通を選んだ。で僕最初初任配属でクリエイティブ局でも実はなくって別の局だったんですけど、自分のやりたい方向決まってますし、やりたい仕事も決まってるので、そういうふうに動いてるとおのずと環境も変わってるんですよね。本当自分の強いコアの部分を言語化しておくってことが、本当就活のみならずその先においてずっと大事になってくると思うので、この就活っていう機会を自分のために有意義に使うに越したことは本当にないと思うので、就活される方にはこの自分の言語化をするってことをお勧めするかなと思います。どうしても就職活動って受からなきゃいけないとか、とにかく内定が欲しいっていうのが本音のところだと思うんですけど、フローを通じて自分がどういう人間かっていうことを知ることこそが、社会に出た時に活躍できる条件であったりとか、自分に合った職種や企業を選ぶ上で大切なことということが学べました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回電通さんの中で その職種を一つ取り上げさせていただいたんですけど、今後もジョブピックスや旬ダイアリーで
同じような形でシリーズ化していくので、よかったら他のシリーズも見てください。ジョブピックスさんの記事の方でも下の概要欄で見れるので、よかったら見てみてください。あと電通さん受けたい方は下の概要欄にあの情報があるので、よかったら覗いてください。本日は貴重なお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。